車載動画撮るときの大敵、車の中の空調の音ですね。それ今、夏ですね。夏の8月、エアコンはオート、 24.5 度ですね。吹き出しは今、まあダッシュボード手前になってますね。インパネっていうか。それマイクはこのピンマイク使ってます。でこの状態でちょっと変えてみましょう。モードを切り替えて、これが足元とダッシュボード、これが足元だけ、今足元だけですね。これが窓ですね。窓に吹きかけてます。また前だけに戻しました。どうですかね、騒音の違い変わってますかね。まあこの騒音の違い、まあうまく切り替えるといいのかなと思います。あと車によって違うのかなと思います。ただ意識するといいのかな。あと他にも風量ですね。風量を弱めにする。そうすると風の音少なくなりますね。まあ一番いいのはエンジン切ってしまう、エアコンも切ってしまう、それが一番。でも暑い寒い、そういう時は仕方ないですからね。できるだけ緩和する方法をいろいろ調整して見つけてみてください。残念ながら車によって違いますね。